ートレース唐津は今年で開設70周年を迎えています。今回の G1 全日本王者決定戦は開設70周年記念シリーズ最終日も好天に恵まれています。水面には一般戦第4レースのメンバーが登場です。1号艇群馬の増島誠、2号艇香川の重成和人、3号艇佐賀の上野慎之介、4号艇徳島の西野勇輝、5号艇東京の若林翔、6号艇福岡の西山貴弘、以上の6名で第4レースを戦います。6艇まだバック側です。インを伺っている1号艇増島誠が人気の中心となりました。初日のドリームは2着に食い込む走り、3日目には連勝ゴールもありましたが、昨日の準優勝戦では優勝争いクオアールも展開向かず。さあ、この陰線は期待に応えて逃げ切ることができるでしょうか。陰線です。2コースには2号艇の重成和人です。今日はこのレース1回乗り、2020年の1月66周年記念以来久しぶりの唐津参戦でした。一方、走り慣れた地元3号艇の上野慎之介は3コースに構えます。引っ張って角の4コースは4号艇の西野勇輝です。昨日の前半逃げて1着、後半も3着と昨日着をまとめています。5コースに5号艇の若林翔、そして大里6コースは6号艇の西山貴弘です。3対3でインから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1番と3番がわずかに覗いたスタートになりました。その後は1番、2番、3番とスロー勢が出ていって1番区、逃げる1号艇増島、まくり出しは3号艇の上野、続いて2番、5番とバック側、誰も届きませんでした。先頭は1号艇の増島誠。スタートは前提正常でした。逃げました1号艇ブス島がすでに大きくリードを取っています。2番手は混戦で6番、4番、2番、3番横並び、2マークトップ1号艇ブス島、続いて6号艇西山、先取って内側から4号艇の西野です。2番手はここで4号艇の西野がリードを奪ってきました。3番手は6号艇の西山に食い下がる2号艇重成と5号艇の若林。レースは2周目1マークの旋回です。先頭は独走1号艇のブス島、2番手で4号艇の西野、その内側から攻める5号艇若林、外から6号艇の西山、2番手は4号艇西野がかわしています。3番手には6号艇の西山となりました。現在上位暫定は1番、4番、6番の順です。2周2マークの旋回、先頭悠々と回る1号艇のブス島、2番手は4号艇の西野、3番手6号艇の西山、内小回りから2号艇重成でしたがかわされています。上位暫定は1番、4番、6番で最終周回、その後ろは5号艇若林と2号艇重成が並んで最後方3号艇の上野です。3周1マーク、先頭は逃げて一人旅1号艇の武須島、2番手で4号艇の西野勇輝、6号艇西山貴弘、3番手3周バック上位体系1番、4番、6番です。146の組み合わせ3連単の図 22.6 倍となっています。ラストターンマーク、先頭は人気に応えます1号艇の増島誠、2番手で4号艇西野勇輝、3番手に6号艇の西山貴弘、146で間もなくゴールです。先頭1番五輪、4番五輪、6番五輪、5番2番五輪、3番五輪。